毎度おなじみテルヤでございます。さあ今回はですね、ジョー・サトリアーニさんのサッチブギーという曲をですね分析しましたので皆様に共有したいなということでやっていこうかなと思います。でですね、今回はですね、音作りがですね、アンプリチューブ5というパソコンのソフトを使ってるんですけれども、そちらにですね、ジョー・サトリアーニさんのプリセットが入ってまして、その中にサッチブギーというですね、プリセットがありまして、皆さんのですね、このギターの出力に合わせて、ゲインをチュチュッといじってあげればですね、もう本当にあの感じの音になっちゃいますので、ぜひですね、ジョー・サトリアーニさんの音出したいなって方はですね、他にもですね、いろいろプリセット入ってますので、アンプリチューブのですね、ホームページ等を見て確認してみてください。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、それでは早速始めていきましょう。まあ、今回のアンプは先ほど説明した通りですね、アンプリチューブ5のジョー・サトリアーニプリセットのサッチブギーを選択しております。早速行ってみましょう。で、まあ一番最初ですね。で、まあ最初のここなんですけれども、このですね、ここがですね、あの流れ的に、で、このね、薬指、小指で、でもまあいけないことはないんですけど、ここはね、ジョー・サトリアーニさんもですね、ここ、人差し指と中指で言ってますので、こっちの方が弾きやすいですね、やっぱ。この薬指と小指でね、これがね、パパって出てきますと、ちょっとうってなったりしますので、もうここはね、もう安全に。これですね。で、次が、こう、流れでちょっと弾きます。で、これをですね、2回繰り返すんですけれども、このですね、次がですね、でですね、ここがですね、5弦の5、4弦の4、ここだけブリッジメトですね。で、僕はこのね、オルタネートピッキングでダウン、こう弾いてますけど、これね、ジョー・サトリアーニさんはですね、ダウンダウンアップで弾いてましたね。で、その後が、で、こう行きますので、このダウンで行きやすいように多分、あとまあこっちがね、多分これを結構、この音強調したかったんでしょうね。なので、アップで弾いてるんですけども、まあちょっとね、これはちょっと僕はオルタネートで弾いちゃってますけど。これをまあ2回繰り返してる感じですね。で、これを2回やりましたら次が。で、こういくんですけども。まあ、またね、譜面出てるんですけども。ちょっとここはね。ここがですね。16分をですね、このダウンで弾かないといけないんで、ちょっとリズムがブレやすくなってしまいますので。なんかね、ライブ映像によってはですね。ってね、このね、音をアップで弾いてるパターンもありましたので、今回はね、あの、音源の方を参考にやっていますので、でね、このね、最初の、ここはね、ちょっとね、ブリッジミュートで、まあ、これちょっと大げさですけど、ってこういく感じですね。まあこういくんですけれども、ここはね、ここは結構跳躍しますので。で、次が。で、まあこういくんですけれども。でですね、ここがですね、ちょっとですね、譜面がややこしいことになってまして、みんなどうやって書いてんのかなと思って、この曲をですね、タブ風とかで検索したらですね、ここが、ここがね、4分の3になって、で、その次がね、
で、このね、チャー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 が、四分音符のですね、三連符になって、その後また、そっからまたね、四分の四に戻ってたんですけど、これをね、ダウ側でね、僕いつもドラム作ってるんですけど、これ打ち込むとね、なんかね、普天八部でね、てー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 ってなってね、結構ややこしい譜面になってましたので、僕がミディで打ち込んだやつだと、そっからですね、ま、後で出しとくんですけど、4分の3になった後ですね、4分の3になった後、4分の4になって、その後4分の5になって、また4分の4に戻るっていうですね、ちょっとややこしい、ちゃんと書くと多分こんな感じになるんじゃないかなとは思うんですが、4分の3で、その後、チュー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 、このね、ってこう行くので、まあ、ここはね、まあ、多分見やすさで言うと四分音符の三連が見やすいのかなとは思いますけど、まあ、正確にはちょっと違うって感じですよね。なんでこれどうやってレコーディングしたのかわかんないですけど、ここだけ一応ですね、その後はずっとクリックが合ってますので、そこの感じだけちょっとあのリズムがちょっと変わってる感じでしたので、なんでまあこれはもう感覚で覚えていただくか、まあまあこと細かにやるとね、もう正確に譜面書くとはもうとんでもないことになっちゃいますんで、これも。なんでまあここはまあフィーリングでって感じですよね。で、その次が、で、ここが、で、こういくんですけども、この最後がね、これがね、ピッキングハーモニクスを入れてますね。で、このアームですね。このアームない方はもう、で、このね、ジャック・オブ・ビブラートっていうんですけど、この、これかけてあげてもいいですけどね。まあ、こんなビブラートもありますよと。で、アームの人はですね、このどんどん深くなっていく感じですよね。なんかこんな感じじゃないですよね。まあ、大げさにやるとまあこんな感じですよね。一瞬の出来事なので、まあそこまで気にする必要はないと思いますけれども。で、その次がまた、で、まあここまでは前半と一緒で、その後がで、ここで1小節なんですね。で、こう来るんですけれども、この3連があって、で3連来て、でこう行きますので、でここが、でここは開放ですね。5弦開放で、でこう行くんですけども、もうここはね食ってるんですけども、ジョー・サトリアニさんもここダウンピッキングで行ってたので、でね、ちょっと演奏を見てると、ここはね、ここの3弦の7フレットはあのピッキングしてないように見えたんですけどね。けどまあしても全然いいと思いますけどね。僕はしちゃってますけど、ってこういく感じですね。普通のテンポでいくと、まあこんな感じですね。で、次が、で、まあこういくんですけども、まあこれもね、譜面見ていただければわかると思うんですけども、最初だけスライドですね。んで、ここがですね、で、このね、こう弾くときはですね、多分こっちのね、腹で、この6弦ちょっとミュートしてると思うんですけどね、このミュート外すと、今度ね、ちょっと濁ってしまいますので、多分ね、こうやって弾いてると思うんですよね。なんでちょっとね、このまたミュートが出てきますけれども、これね、弾くときにさってミュートしてあげるって感じですかね。こんな感じですね。大げさにやるとこんな感じです。で、最初に戻る感じですね。で、最後にピッキングハーモニクスでアーム使ってるんですけれども、僕はこのアーミングってあんまりしないんですけれども、まあ今回ジョー・サトリアニ研究ということで研究してきましたんで、これはですね、多分3弦のWow! Wow! Wow! Wow!
でね、この左手でアームしながらピッキングハーモニクスをですね、これしながらですね、こうやってるんですよね。なのでこのこれをですね、パッて当てないといけないので、もうこれはほんとね、慣れみたいな感じなんですよね。でまあここのピッキングハーモニクスのコツなんですけども、普通ピッキングハーモニクスってこうねパーンってやっちゃうんですけど、こっちの時はねちょっと長めにね、ここを当ててあげた方がいい感じになりますね。ハーモニクスみたいな要領ですかね。このこれをもうちょっと長めに置くみたいな、こんな感じですね。まあこんな感じでもいいんですけど、もっと長めに置いてあげて、こんな要領で、こんな感じですかね。でこれがね、早すぎる、これがね早すぎるとね、この普通のこの音も鳴っちゃうので、ってな感じでね、僕もはい弾いてって言われるとちょっとねパッとはできないので、まあここはね僕もちょっと練習して、ちょっと自分の技としてちょっとね得しようかなと今思ってますね。ってな感じですね。こういう時はもうだいたいね、こっちでやっちゃいますからね。こっちの方がだいぶやりやすいですからね。もう慣れてますので。まあこっちの方がまあ僕はやりやすいって感じですけど、あれマジで当ててきますからね。本当とんでもない男ですよね。でまあアームない人はもうこれで逃げちゃってください。こんな感じでね、今回この曲における一番のですねポイントはですね、シャッフルビートということですね。なのでチャッカチャッカ三連のですね、真ん中抜きですね。チャッカ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 タカタ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 タッタ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 ですね。これをですねもう常に意識して、8分音符の時はもうそんな感じですね。まあ、こんな感じでもう暴れて弾いてやってください。でこのこういうですね細かいニュアンスがですね非常にかっこいいので、まあこのねブリッジミュートの練習しておくと、もういろんなとこで使いますので、こうミュートも常にできますし、なんでこうね、でサトリアンさんはダウンダウンアップ、これですね。でこのでこのねピッキングのこのスピードですね、リズムがですね取りにくいので、まあこのリズムを鍛えていただくと。であとはですね、ここはですねちょっと早弾き出てきますので、これの最初の音が食ってますので、前の小節にいますので、そこのリズムだけね、そこをね譜面見て確認していただければと思います。まああとこのね、まあここはですね、サトリアンさんはいろんな弾き方 してますので、スライドで行ったりとか、なんかもういろんな弾き方してますので、もうあのレベルになるとライブだともう音は合ってるんですけど、もう好き勝手パパパって弾いちゃいますから、あのねこのこれもとあるライブだともうこのね指で弾いてましたからライブだともうパフォーマンスも気にしますし、もうなんかもうあの領域まで行くともういろんなことやってきますんで、なんでまあ今回はですね音源を参考にということでやっていきましたが、いかがだったでしょうか。またねこの曲ね得得しておきますと、ちょっとなんかギターなんか弾いてよって言われた時もですねめちゃくちゃ役に立ちますんで、これ一人で完結できますからね。まあ一応まあドラムベースいますけど、ベースはだいたいねこのルート同じようなのを弾いてるだけなんで、なんで何か弾いてよっていう時にサッチブギ弾いてみてはいかがでしょうか。ということでね、皆様ご視聴ありがとうございます。またですね、動画を出しますのでチャンネル登録
グッドボタンですね、よろしくお願いいたします。コメントもですねちょこちょこいただいておりまして、皆様ありがとうございます。すごく喜んで拝見させていただいております。ということでね、またまた動画を出していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。